トルクミニスタン大統領の招待により、オフナ・フレルスフ大統領がトルクミニスタンを国賓訪問しました。10月11日、両国の国家元首は公式会談を行いました。この会談は温かい雰囲気の中で進められ、モンゴルとトルクミニスタンの友好関係を強化し、協力を新たな内容で充実させることについて話し合いました。 特に農業交通物流環境教育文化などの分野の協力を発展させることや国際的協力について意見交換が行われました会談の冒頭フレルスフ大統領はモンゴルの代表を温かく迎えてくれたセルダロ・ビルディム・ハマドップ大統領やトルキミニスタンの政府国民に感謝の意を表しましたまたモンゴルが チュアアジアの国としてトルキミニスタンと友好関係を強化し相互有益の貿易と経済協力を拡大する意向を示しましたトルキミニスタン大統領はモンゴルの大統領のこの訪問は両国民の友好と団結を強化することを期待すると述べ過去30年以上の成果を振り返り今後の協力の展望や重点分野を見確認し 新たな歴史のページをを共にに開くことと楽しみにししみていると表明しました。訪問中両大統領はモンゴルとトルクミニスタンの法的環境を強化するための政府間および機関間の契約や協定が締結されたことを高く評価しましたまた両国の経済協力を拡大する上で交通と物流分野の協力が重要であることに合意しました。 さらに、農業分野の協力を拡大し病気の増加を目指して農業獣医学畜産に関する文章が締結され両国の市場に農業や景況業由来の製品を相互に供給することで合意しました。